フットボールファンの皆様、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。今シーズン好スタートを切っておきたいところ、お互い初戦で負けるわけにはいきません。さあ、キックオフまでもう間もなくです。今前半が始まりました。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 5-3-2 で臨んできています。ワールドクラスの選手が揃う非常に優れたチームです。一方アウェーチームは 5-3-2 で挑みます。ワールドクラスの中盤と守備陣がチームに安定感をもたらします。左から上がっていきます。ここで奪い返します。ワントラップ奪いました。さあ、この戦術がここで機能するか。ここでボールを失う。ボールを取り返す。ここをしのぎました。両チーム立ち上がりの良さが勝利のキーとなってくるでしょう。奪います。タッチラインを割りました。ボールを入れます。相手の次の一手をどう読むかが勝利へのキーとなるでしょう。運んできたボールを奪われます。アンリックから縦へ。さあ、先にシュートを放つのはどちらのチームか。ボールを奪われます。指示した道筋を信じ選手たちが動きます。ボールを奪われます。ここでマンマークに行きます。奪います。マドラスからローター・マテウス前へ送る。相手ボールになります。ワントラップ。ここで奪い返します。ここでのプレスが果たしてどう機能するか。ボールを奪います。さあ、ここから反撃が始まるか。周りを見て、アンリックから裏へのスルーパス。ボールを奪われます。ウーゴ・サンチェス、身長173センチ、メキシコ出身。今日はセンターフォワードでの起用となります。ここで奪ってボールを奪いました。ボールを奪います。この位置でボールを奪う。ボールが奪われました。奪われました。縦へ送っていいタイミング、飛び出した。もっと球際に厳しく行くように選手に声をかけます。キーパー落ち着いています。カシージャス、ここで動きに変化が見られます。ディアワラがここでキープ。ここで取り返す。さあ、ここから反撃が始まるか。ここでボールを取られる。ウーゴ・サンチェス、副審が旗を上げています。ウーゴ・サンチェス、完全にラインを大きく超えていました。ここからリスタートです。ジャン監督の声でギアを上げてきました。これは通らない。つなぐ。ここで相手の戦術を崩した。ボールを受けます。ここで奪い返された。マンマークで守備を固め相手の反撃を迎え撃ちます。この位置でボールを奪う。さあ、この戦術がここで機能するか。積極的にボールを奪うよう指示を出します。ここでホイッスル。前半が終了しました。両監督、何をピッチ上で表現してくるか、それぞれの采配に期待です。まもなく後半が始まります。ラウタロ・マルティネス、相手ディフェンダーもその足技には警戒しています。お互い全く譲らなかった前半。後半で均衡を破るのは果たしてどちらのチームでしょうか。奪いました。ロター・マテウスからアンリ、運んでいった。得点につながる指示となるか。ボールが奪われました。パスを出しました。この位置でボールを奪う。ワントラップ。これは相手ボールになります。キエティーニから前へ、モドリッチから前へ。ここで取り返す。ここで奪われた。おっと、ホイッスルで一旦試合が止まります。さあ、プレー再開です。先制ゴールを決めたのは相手チーム。ここは踏ん張りどころだ。ゴールを決められたことでどう流れが変わるか。落ち着いて決めました。
ここで先制ゴール、均衡が破れた。これでゲーム展開はどうなるでしょうか。キーパーしっかり抑えます。ここでのプレスが果たしてどう機能するか。パスを出しました。フィルミーノ、オフサイドフラッグが上がっています。これは気をつけないといけません。ここからリスタートです。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。今のはファウルを取りました。ここからリスタートです。セルヒオ・ラモス、彼を抜きゴールを決めることは困難です。これは通らない。一人で行く。ワントラップ、スルーパー、奪われます。前に出しました。この位置でボールを奪う。監督の戦術を重視した攻めを形成します。キーパー、監督、ここで選手の交代を呼びかけています。ここで奪い返します。完全に戦術を見抜き相手を翻弄します。奪われます。ボールを回します。ここでマンマークにつきます。取り返しました。奪われます。ボールを運びます。主審、ここで試合を止めます。監督の采配が果たしてどう機能するか楽しみです。さあ、プレー再開です。さあ、この戦術がここで機能するか。ここで奪い返します。残りの時間でフィルミーノ、決まった。ここで失点してしまった。このゴールが相手にとってどういう意味となるか。これはよく押し込みました。遠藤が途中投入されます。後半36分、キックオフです。ワントラップ、これはファウル。これは危険なプレーだ。主審も試合を止めます。レッドカードという判定。これは止めに行くしか選択肢がなかったのか。さあ、プレー再開です。さあ、この戦術がここで機能するか。ライン終わりました。キーパーからリスタートです。さあ、プレー再開です。このボールをオーウェンと副審が旗を上げています。統率の取れたディフェンス陣、罠を仕掛けます。さあ、プレー再開です。ボールを奪われます。フィルミーノ、これはオフサイドラインを越えていたようです。微妙ですが、わずかにオフサイドです。これは監督も予期せぬ交代でしょう。フリーキック、ここでアディショナルタイム突入です。突破していく。ボールを奪います。パスを出すよう声を出します。奪われます。このパスは、もっとボールを奪いに行くよう選手に声をかけます。ナイスクリア。ライン終わりました。ボールを入れます。ここでホイッスル。この敗戦を次につなげていきたいところです。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。